懐中電灯名作集。今日はスルーナイト初代ニュートロン 2C の紹介です。スルーナイト社のニュートロンシリーズは現在も、はい、この 2CV2 として発売されています。今日紹介させていただきますのが、はい、こちらは現行モデルのニュートロン 2CV2 ですが、この初代ニュートロン 2C です。こちらが初代のニュートロン 2C です。当時こう画期的だったのは、この微光ムーンライトモードがついていたことです。0.1 ルーメンの微光モードです。おそらくこの機能は最初にスルーナイト社が考え出した技術だと思います。今でもこの微光モードといいますのは、スルーナイト大人気の TN12 などにも搭載されている機能ですが、このニュートロン初代 2C にも、はい、搭載されておりました。操作方法はヘッド部をキュッと締めるとこうマックスモード、はい、当時ですとこれは330ルーメンでした。で、緩めるとジェネラルモード、点灯モードを切り替えることができるモードです。テールスイッチをこう半押ししていくと明るさを切り替えることができます。こちらが SOS モードです。ヘッド部をクッと締めるとこうマックスモード。そしてこう締めた状態でテールスイッチをまたこう半押しすると高速ストロボモードになります。緩めるとジェネラルモード。このジェネラルモードにもメモリー機能がついております。メモリー機能とは消灯したモードで再度点灯させることができることです。ヘッド部はこのステンレスリンクがついている仕様でした。ポケットクリップがついております。このようにとても丁寧な作りになっております。LED もこのクールホワイト以外に、はい、ニュートラルホワイト、あとウォームホワイト、はい、この3種類の色が出ておりました。このポケットリングはここのネジで
求められていますので、このように取り外すこともできます。今でも使われている方々もたくさん見えると思いますが、とても人気のあったフラッシュライトでした。ニュートロン、通信初代の紹介です。